はいどうも、リズムタカです。やい、やい、ゲイ、ゲイですよ。ゲイですよね。実はゲイでした。タイソンですよ。気をつけてください、皆さん。マイクタイソンではないって、タイソンゲイの方ですよ。はい。タイソンゲイ知らない？知ってる知ってる。100メーターの方でしょ。あ、そうそう。ドッピングだった。ドッピングしちゃった。剥奪された、メダル。え、そうなん？ということでね、今回やる練習がですね、まあ、はい、ウィナーズやってるじゃないですか。はい。で、まあ僕も含め、さすがにちょっと点がね、あまり取れてないということで。取れてないです。3人しか取ってないです、しかも。チャンスは多く、最近は作れてる形になってるので、はい、やっぱりその形が作れてるってことは、もうあとはフィニッシュのところがちょっと硬いです。確かに、確かに。ということで、今回ね、ウィナーズにも特別講師として来られた佐藤久人。選手、はい、の練習をちょっともう一度リズムでやろうかなと思いまして、はい、佐藤久人流柔道練習。久人さんが言うんだよ、柔道意外とペナ内が多い、ペナ外からこうバン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 こう練習してるやん、うん、意外と楽しい、まあ、あんまりないんでね、手入ってるのってほとんどがペナ内、確かに、まあ、あいつだってペナ内で仕事する人みたいな感じ、9割ペナ内ですよね、ほぼワンタッチ、うん、の人柔道、声どうした？ウィーレ祭りでちょっと叫びすぎました、僕。いや、ウィーレ祭りすごかったですよ。実はね、大津祐希選手と坂井宏樹選手とね、一緒にウィーレ祭りという、ウィーレの試合をやって、うん、あの時にちょっともう叫びすぎた、おもろすぎてやばいな、盛り上がりすぎて、ほんまにチーム戦やったからな、全員次の日喉痛い言うとほんまにやばかった、これコロナかな思ったけどね。ただただ声が枯れたんです、死んでるだけでした。やばいぐらい盛り上がったよ。はい、ってことで今日は喉が潰れてないご了承ください。随時ちょっとやるメニューは説明したいなと思っていきます、はいはい、それではいきましょう。あ、今日はまっちゃんにも来てもらってます。ダメだ、ありがとうございます。あ、です。ちょっと一回まっちゃんの気練します。いきなり飛んだら肉ちぎれるんだよ、これ。乗れよやばっ。乗れだろ今。これがコメント欄にシゲロ迎えてめちゃめちゃコメント聞きながら、うわぁ、お前らさせるバレルタイプの時間です、はい、高いわ、はい、ミートはえぐえぐ待って、えぐお前、あっえぐ今のあるよ俺のシュート下手みたいになるよ、ずるいやよく見るもういけるんちゃう、まっちゃんもういけない、いける、行こう、1人5本ずついこうか、とりあえず、okay. まずこれ一巡のバトルだ、5本いきます、よーし、うまい、うまおい、丸わさび、ナイスー、ナイスキー、丸わさびでも、2タッチだから確かに、お前が言うたやろ、言うてない、言うてないです出てあげる、おっとうまい、おっとうまい、いいよいいよ、ごめんなさいです、まずですね、5分の3はすごいと思うけど、いや、ペナ内ですか、ペナ内だとこれは全部決めた方がすごいよな、いいよいいよ、オッケーオッケー、入れよ、うまい、うぅ、決めないといけないから、そうペナ内、フリー持っていける。うお、持ってった。持っていける。うお、持ってった。よし、マッシュ。
左足うめえやん。まっちゃんやっぱいけるのよ。まっちゃんが悔しがってたじゃん。何がいけんの。ラスト4、ラスト4、4全部入ってるやん。ファイルでいこう。タイミングむちゃくちゃやったよ今。うわこれえそんな決めれるこれ。いやサッカーって対応能力だから。いやサッカーって対応能力だから。最後ミスってるわ。だから俺はもう1位か2位は確定したね。いやこれ何とかいや一応目日のバランス崩してる。シュートまで早く。いやーラスキーパー。ナイスキー。バチャン。やばい。今のナイスキーパー。バチャンとサンも取れ。今予測しすぎた。しっかり回転見るよ一瞬で。一瞬で判断。はいはい。ラスキーラスト。あーそう、しっかり決める。シゲ3点、タカ3点、俺4点です。今の俺優しかったわ。まあまあワイド出してきてたね、お前。まあまあ、ひねり玉出してきてた。いや、あれはエグかった。はい、第2種目で、できるだけ早くシュートに持っていけ、シュート。なるほど。どんな球が来ても。スタッチよ、ナタチブ。もう、ゴールに直結するくらい。いやちょっと早いね。オッケー。今。ああ。ええ。今までエジュのパス受けたことないから。嗅覚出してこ、嗅覚。嗅覚出してこ。え、もうどこまでなんでもいい。2分の1。いや最後打てる位置にタッチしたね。打つと見せかけてタッチ。いやー、うわー綺麗。まだある、あるある、ある。スイング。よくそんなひねって強いひねってな。いやー、焦ったらそうなるよね。いこう。おさぎいる。おさぎいる。うまい。えっ、おい、セオドリゲス。あれ、セオドリゲスではない。はい。いい、いい、意識。やった。うわっ、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 やるし。今死にそうだった部分使って。やらしいボール入ってるよ。ゆるいボールって難しいよね。ゆるいボールがいっちゃむずい。みんなフォワードあるぞ。できるだけ早くついたからね。回収しろ。それひねろや。3本目いこう。ステージのボス。あー、いいよ。やばっちゃ惜しい。ナッシュ、ナッシュ。4本目。うわー、はい、やったー。めっちゃ迷った。ラスト、ラスト。やってるわ、やってるわ。やった。やりました。3人に囲まれました。最後に咲きました。もう一回泣きの一回。やれ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 、来た。そしてシード。ああ、大事。やれ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 、来た。そしてシード。ああ、大事。それもあるよ。それもある。ナッサン、帰ってきたよ。ナッサン見てへんってチャンネル。ラストです。当てて落としてシュートやけど、落とす側がちょっと変則的なボールを返すから、それに対してそれをツータッチ打つのか、それともダイレクトで打てるやったらダイレクトで打つのかっていう判断。これもできるだけ早い。今のも正面バージョンです。
さんも。はい、おお。ヒューが小次郎？足首いったな今。そこから。あるまあそこは。慌てんなきゃ。うまい。うまい。K マーク K。 ワーク入れるワーク。えい、なんだ。え、あー、やばい、ナイスタッチ。いやー、ワーク3か。いいよ。いや、うまい。いや、うまい。まだ。じゃあこれ決めれば勝ち。これがフィナーズで一番シュートうまい。試合出てへん。じゃあまず1本も打ってないから。あるシュート決定率は高いかもしれんぞ。打ってないで。それはミッチやん。うまい。まだまだ。うわ、バカライモ。うわ、バカライモ。最後マッチョスーパーセーブ。トインやったのにな、マッチョ止めたもん今。えぐい。はい、ってことで、佐藤久さん流シュート練習これにて終了です。まあペナルティエリアのねシュートが一番多いと、はい、シンプルかつ決めないといけないから逆に難しいよね、うん、そうだね、逆にな、うん、はい、ということで皆さんもぜひ実践して練習してみてください。はい、それではまた次の動画で、シュッシュッ。